はい、皆さんご一緒に。おはのはのです。今日もフォートナイトをしていきます。今日は最後は花火、油断は禁物、全員清掃したかったビクロイです。ということで今日は PS4 の映像でお届けしていきたいと思います。まずね、グリッシーグローブにね降りようとしてたんですけど、なんか録画ボタンを押してたらこんなところについちゃって、あれってなってるところですね。まあ、せっかくなのでスパイダーマンをゲットして、宝箱を開けて武器を揃えてからみんなと合流しようかなというところです。で、今回もノーさんとハノの視点を行ったり来たりしながら進めていきたいと思います。そうなの、私がね遠くでね武器を漁ってる間ノーさんは2人に襲われてました。やっぱグリッシュはねそれなりに人いるなっていう感じですね。任せろ任せろってかっこよく出たのに、1回目で地面についた判定が出てスパイダーマン全然使えないっていう。でたまたま着地した家に敵がいたので見る。はい、これで1人撃破です。散ったからね、これでワンパ消滅のはず。あ、怖いですね。そうね、まだたくさんなんで計算そんなに始めてんの。そう、この回はね、計算がずっとね敵に対して あ、ボットだボットだって言ってたんだけど、計算の体力見たらめちゃめちゃ体力がなくなってた。なのに、いやでもボットだからって言うから、とりあえずボットに謝れないよっていう話をしてましたね。何でもかんでもねボットっていうのは良くない、中身いる時あるんだからこういう風に。そう、もしかしてボットですかって聞かれた人間がねこうやって言うんだからね、本当にみんなボットっていうのは気をつけた方がいいよ。あと倒した方もボットって知らなきゃ楽しくできると思うんだ。と最近思う。なんかちょっとうまく倒せたなって思った時に、でもそれってボットですよねって言われてちょっと悲しくなるでしょ。いいじゃんボットでもちゃんと倒せって練習になってればいいでしょって思う。まああくまでも個人の意見ですが、まあそんなこんなでね、グリーシーを漁っていきます。このね緑のさ電気のビリビリのやつね、意外と建材がたまる、私は好き。弾もいっぱい集めとかないと、最近弾がないっていうのが多いから。あれだったね、そんなことを言ってた敵が来た。そういうデスナもあんの。ノーさんが戦ってます。あら、飛んでたんだ、ね、私も焦ってノーさんの方にバーって行くんだけど終わってましたもん。でここめっちゃスナイパー撃ってくる人がいるんだけど、ストーム入っちゃったからとりあえず外出ようっていうことで外に向かって走ってますが、なんか敵が増殖しててまだいるんですよね。でこれを一人撃破、もう一人なんかまだ撃ってくる人がいるんですよ奥から。ワンマガジン部撃ってみたんだけど全然当たんなくて、とりあえず走って詰めるかと思って走ってるんだけど、めっちゃ逃げてくのこの人。絶対 B だ。後ろ向きながら撃ってきた。そう、今の人ね後ろ向きながらね弾が飛んできたから、多分これはボットじゃん。さすがに後ろ向いてて急に銃弾飛んでくるのは機械かなって感じかな。私が人のことをボットっていう時はそういうなんか機械な動きをした時、銃を持ってるのに建築が立ったとかそういう時しか言わないし、まあ、言ってとこもないからねっていう感じですね。あまりびっくりするよね。
なんか真後ろ向いてるのにまっすぐ私の方に銃弾飛んでくるとき、あれはさすがにやめてほしい。それには対応できません。丁寧にやっていかないと。そう、ボットちゃんのさ性能が上がったみたいでさ、階段とかさ壁とか立てれるようになったみたいで、全然私より上手いじゃんっていう気持ちになる。ボットの方がいいよね、みんな。まあそんなボットの話をしながらね、フォートナイトをしてるんですけど、あんまりてか今季あんまり合わないボットボットって言ってて、それだけで会話がここまで持つのすごいなっていう気持ちでいっぱい。あ、でもね、ケイさんとやるとね、ボット出てくる。ラスビスはね、初動とね、ボットが激しい、超激しい。あ、なるほどね。僕ね、結構ね、僕にアンチ移動をね、じわじわとしながら敵を倒していきます。今回ね、そんなにねアンチ移動するところがなかったんだよね。ノーさんがスナイパー撃って気を引いてくれてる間に私がガガガッと詰めてドン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 、外しすぎでは。まあこれで無事に撃破して、よかったです。なんかね、すごかったよね。必要なものを取って、さあ今のはどうでしょうか、どうでしょうか。ボットか人間かクイズをして、ノーさんにデカポを渡そうとしたらデカポが出てきたので回収して移動していきたいと思います。冬はいつ終わるかね、寒くてやだね、鼻が垂れてくるの喋ってると困る。どうしようもないよ。次回アンチに入っていきます。なんかさ、最近さ、なんか街という街に入るたびにさ、マイク持たされてさ、話を聞かされるんだけどさ、あれどうにかなんないかな、超嫌なんだよね。あのクエストをやんなきゃいけないんだけど、クエストのものを探すのがめんどくさくてやってなくて、あれを回収しに行くだけのことを しなきゃいけないかなっていう気持ちで、向かい側に敵がいる。対岸アンチコ、なんもないところだ。どうする、こっちでいい、こっちがいいよね。ダンシングだけな。そう、なんかもう敵がいっぱいやり合ってたんだけど、どう考えても先にねアンチ行った方がいいかなと思って、アンチ行こうよって言ってアンチに行ってます。そう、なんかね定期的にね、まだねリモコンコントローラーに慣れてなくて踊っちゃう。なんてことしてくれ、いっと喋ってたら頭打たれていたって怒って、あそこにね敵がいるの、対岸に。でもね、あそこにね敵がいるよってちょっとでも頭を打たすとね、シュパッてシュパッて当たるの。どこ打ってんの、急にさ、ケイさんがさダーッて打ち始めたから、ええどこ打ってんの、どこ打ってんのって言ってましたね。この86はうますぎた、うますぎて出しちゃったよ。やらせときたくない。まだね敵がね2組いたからちょっと様子を見たかった、私はってことでちょっと待ってる。で残り1パーツになりました。撃ちます。いいね、最高だよ。そう、ずっと撃ってたんだけどさ全然見えないし当たんないなと思って、もう前に詰めちゃいます。ちょっとね、めっちゃいいよ、ちょっと前で。でもここだけだとねさすがにね撃たれるから。いや次のアンチがさあれないよ、これでもう次のアンチに入ってる状態。つなげといて。これでだいぶ敵が見えるようになったけど、あんな豆粒当たんないような気持ち。まあかろうじて20当たりましたね。
で言ってたらサメにやられたので、もうちょっと前に出ます。しょうがない、もうサメちゃんはしょうがない。サメにやられて焦って建築が立たない。しっかりしてほしいよ。つらつら行きます。はい、なんか超撃たれてない？やられました。一人やった。うん、だよね。ナイスナイスナイス。あともう一人だ、一人ということでね。あと二人いる。倒れました。二人いる、二人いる。騙されないでみんな。でもうノーさんが詰めてたので追っかけてフォローしに行きます。もうこの時点でね、一人起こされちゃいました。私が倒した子、あまりにもあそこに人が固まってたから適当に撃ってもね、人に当たるっていう奇跡。残り一人、あとこっち、あと一人じゃない、白白白、おい、オッケーオッケー、ザブトンビクロン。ということで最後は花火、無理は禁物、全員生存してビクロイし、ん？生存したかったビクロイでした。なんかケイさんがね、無理して突っ込んでてね、花火みたいにドンってバラ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 って撃たれてしまったので、皆様無理は禁物です。安全にみんな生きてビクロイ取りましょう。ということで本日も最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。これからもどんどん動画上げていくので楽しみにしていてください。それではバイバーイ。